and get your hand off my hip and kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that?へいらっしゃい。どうも皆様、キメイ丸でございます。今日も張り切ってやっていきましょう。それでは今回ご紹介する第二次世界大戦の戦いはこちら。デンマーク海峡海戦。この戦いは1941年5月24日にデンマーク海峡で勃発した海戦で、戦艦ビスマルク、そして戦艦フットといった、ドイツ、イギリス領海軍を象徴する戦艦が撃沈した戦いとなっています。1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、ナチスドイツは1940年までに、ポーランド、フランスを席巻し、ヨーロッパ大陸のほとんどを支配することに成功すると、残った国は宿敵イギリスだけとなり、1940年7月には史上最大の航空戦と言われた、バトルオブブリテンが勃発します。しかし、この戦いでドイツ空軍はイギリス空軍に敗れ、イギリス上陸作戦であるアシカ作戦は潰えることとなり、もはやドイツがイギリスを屈服させる手段は、ドイツ海軍によるイギリス船舶を狙った、通商破壊のみとなってしまいます。当時のイギリスの船舶保有量は2200万トンで、そのうちの半分が海洋貿易に利用されており、6000万トンを超える年間輸入量をイギリスは海に依存していたことから、1939年頃のドイツの海軍戦略では、毎月75万トンのイギリス船舶を沈め、それを1年間継続して行えば、イギリスは降伏せざるを得ない状況に追い込まれると想定していたんですね。しかしそれを達成するには計算上、約350隻の潜水艦が必要だったのですが、この時ドイツ海軍が保有していた潜水艦はわずか57隻ほどで、全然足りてなかったんですね。それでも、他に選択肢のなかったドイツ海軍司令部は、水上艦隊で輸送船を攻撃しイギリス本土への補給を断つことを目的とした、大西洋上での通商破壊戦に、戦艦や巡洋艦を投入する作戦を作成すると、1941年1月22日に、ギュンター・ユッチェンス率いる戦艦グナイゼナウと戦艦シャルンホルストが出撃、ベルリン作戦と名付けられた通商破壊作戦が実行され、約60日間で、2隻の戦艦は1万7800マイルの航海を行い、合計で22隻、11万5622トンの輸送船団の撃沈、または捕獲に成功します。そして1941年春、この通商破壊戦に新たな戦艦が投入されることが決定するのですが、その戦艦こそ、1940年8月24日に就役したばかりだった、戦艦ビスマルクだったんですね。ビスマルクは全長251メートル、基準排水量4万1700トンとなっており、これは日本の大和や、アメリカのアイオワが竣工するまでは世界最大となっています。主砲は38センチ砲8門を備え、減速装甲は32センチ、甲板装甲は12センチあり、装甲範囲も喫水線の 70% にわたり、船体は22の水密区画に分けられているため、浸水にも火災にも強く、全体的に高い防御力を備えている上に、当時の戦艦の速力が21から25ノットほどだったのに対して、ビスマルクは約31ノットと、かなりの速力を誇っていたんですね。そのため、1939年2月14日に行われた浸水式に出席したヒトラーは、その高い性能と力強い外見から、ビスマルクを鉄の聖堂と称えたと言われています。そして1941年5月18日、ビスマルクは初の実戦としてライン演習作戦と名付けられた、通商破壊戦に、重巡洋艦プリンツオイゲン特築艦3隻と共に投入されることとなり、大西洋を目指し、バルト海に面するポーランドのグディニア港から出港すると、20日の午前にはカテガット海峡に侵入します。しかしこの時ドイツ艦隊は、カテガット海峡で偶然砲撃演習を行っていた、スウェーデン海軍の航空巡洋艦ゴトランドと遭遇してしまうんですね。そのため司令官のギュンター・ユッチェンスは、スウェーデンからイギリスに情報が漏れる可能性があると、ドイツ本国に報告するのですが、しかしドイツ海軍上層部は、スウェーデンは完全中立のためその可能性はないと判断し、作戦の続行を指示します。しかし実際は、スウェーデン海軍はビスマルクとの遭遇を、ストックホルムに駐在していたイギリスの海軍武官に報告していたため、スカパフローのイギリス本国艦隊は、ビスマルクが通過すると予想されていたデンマーク海峡に、重巡洋艦のサフォークとノーフォークを向かわせるんですね。その後ビスマルクは、21日にノルウェーのベルゲンにあるグリームスタッドフィヨルドに停泊すると、ここでプリンツオイゲンに燃料の補給と外装塗装の塗り替えを行うのですが、ベルゲンはノルウェーの中で最もイギリスに近く、イギリス空軍が定期的に偵察を行っていたため、ビスマルクは停泊中にイギリス空軍に視認されてしまうんですね。そのため22日にイギリス本国艦隊は、ビスマルクを迎撃するため、戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、そしてイギリスの誇りであり象徴と言われた、巡洋戦艦フットを出撃させます。フットは第一次世界大戦後の1920年に就役に就いた戦艦であるため、設計が古く防御力は脆弱であったものの、全長は262メートルで基準排水量は4万1125トンと、ビスマルクが竣工するまでは世界最大の戦艦で、高速戦艦の先駆け的な存在でもあり、速力もビスマルクとほぼ同等の約31ノット、攻撃力も、主砲に 38.1 センチ砲8門を備え、ビスマルクに対抗できるだけの性能を持っており、
その基本性能の高さと美しく威厳を備えた姿から、イギリス国民からは、偉大なるフットと呼ばれていたんですね。そして1941年5月23日の午後7時22分、イギリス海軍のサフォークが、アイスランドの北を大きく迂回しデンマーク海峡に差し掛かったビスマルクを発見すると、ビスマルク発見の通報を受けたイギリス巡洋戦艦戦隊司令官のランスロット・ホランドは、フットとプリンス・オブ・ウェールズをすぐさまデンマーク海峡に進撃させます。そして5月24日の午前5時35分、プリンス・オブ・ウェールズが、28キロ先にいるドイツ艦隊を確認します。しかし予定では正面から来るであろうビスマルクを、ホランドは定時前方で迎え撃とうとしていたのですが、ビスマルクを追跡していたサフォークが途中、ビスマルクを見失ってしまったことが原因で、フットとプリンス・オブ・ウェールズがビスマルクと解敵した際、逆に定時前方を仕掛けられているような位置関係になっていたんですね。ちなみに、一応定時前方というものについてざっくり説明しておくと、こんな感じに、敵の進行方向を定時に遮る回旋術の一つで、戦艦というものは前後に主砲が配置されているわけですが、これは360度どこでも狙えるわけではなく、目標との角度によっては、前後の主砲どちらかしか撃つことができないんですね。そしてこの時ビスマルクは、敵戦艦に対して前後すべての主砲が狙える角度だったのに対し、ビスマルクの進路にほぼ垂直に突っ込むような形となっていたフットとプリンス・オブ・ウェールズは、角度が足りず全部の主砲しか撃つことができなかったんですね。そんな不利な状況下の中午前5時52分、フットは約24キロの距離からビスマルクに向け砲撃を開始するのですが、この時フットは、ビスマルクとプリンス・オイゲンを誤認し砲撃を行ったため、プリンス・オブ・ウェールズがビスマルクを砲撃し、フットはプリンス・オイゲンを砲撃したことで、ただでさえ発射できる大砲が少なかった上に、砲撃が2つの目標に分散してしまったんですね。一方のビスマルクとプリンス・オイゲンは、約20キロの距離からフットに向け全方門による一斉射撃を開始すると、午前6時、約14キロの距離から放たれたビスマルクの一斉射撃がフットに着弾。直後にフットは巨大な火柱を上げ船体が真っ二つとなり、午前6時1分、イギリスの誇りと呼ばれた戦艦フットは、司令官のホランドを含む乗員船419人と共に、デンマーク海峡に沈み、助かったのはわずか3人だったんですね。そして午前6時3分、一隻となってしまったプリンス・オブ・ウェールズは、一旦は沈没したフットの残骸を回収しようとするも、ビスマルクから4発、プリンス・オイゲンから3発の砲撃を浴び、大損害を受けたため、急転だし南東へ逃れると、午前6時50分には、完全に戦列から離脱したんですね。こうしてビスマルクはウェジンに勝利し、イギリス海軍の主力戦艦フットを撃沈するという戦果を挙げるのですが、しかし致命傷ではないものの、ビスマルクにもプリンス・オブ・ウェールズの砲撃3発が命中しており、そのうちの1発が艦首部を貫通し燃料タンクに穴が開いてしまったことで、約1000トンの燃料が漏れ出し、ビスマルクの艦尾にはくっきりと油の帯ができてしまっていたんですね。そのため、もはや任務続行は不可能と判断されたビスマルクは本国へと引き返すこととなり、ほぼ無傷だったプリンツ・オイゲンのみで通商破壊が行われることとなったんですね。そしてビスマルクは、イギリス戦艦と遭遇したデンマーク海峡を引き返すルートは避け、フランスのブレスト近くにあるサンナゼールに向かうルートを選択するのですが、フットを撃沈され復讐に燃えるイギリス海軍は、投入可能な全ての大型艦を継ぎ込んでのビスマルク迎撃を計画すると、ノーフォーク、サフォーク、プリンス・オブ・ウェールズがビスマルクの追跡を開始し、スカパフローのイギリス本国艦隊からは、戦艦キング・ジョージ5世、空母ビクトリアス、巡洋戦艦レパルスに加え、軽巡洋艦4隻、駆逐艦10隻が応援に急行し、さらにジブラルタルを拠点とし、地中海西部を管轄していた H 部隊からも、空母アークロイヤル、巡洋戦艦レナウン、軽巡洋艦シェフィールドがビスマルク討伐のため出撃するんですね。そして5月24日の午後22時、空母ビクトリアスから雷撃機のフェアリーソードフィッシュ級機が発進すると、2時間後にビスマルクを捕捉し、魚雷による攻撃を開始します。しかしこの時、豪雨のため視界がほぼゼロという状況だったことから、ソードフィッシュの魚雷は1発しかビスマルクに命中せず、大きな損害を与えることができなかったんですね。その後5月25日の午前3時、ビスマルクは U ボートを警戒して蛇行しながら追跡するイギリス艦隊の隙をついて、大きく回答し、イギリス艦隊の捜索レーダーの探知圏から脱出することに成功します。しかしドイツ艦隊司令官のギュンター・ユッチェンスはそのことに気づいておらず、ドイツ海軍本部に戦闘情報を発信してしまい、通信を察知したイギリス艦隊に大まかな位置を特定されてしまうんですね。そして5月26日の午前、北アイルランドからイギリス空軍のカタリナ飛行艇がビスマルク捜索のため飛び立つと、午前10時30分、フランス西方の海上でビスマルクを発見します。しかしこの時、イギリス艦隊の主力はビスマルクの後方240キロにいたため、このままでは取り逃がす可能性が高かったことから、イギリス艦隊はビスマルク足止めの役目を、空母アークロイヤルに任せるんですね。この、1938年11月16日に就役したアークロイヤルは、近代英空母の始祖とも言われ、全長は 243.8 メートルで全幅 28.9 メートル、基準排水量は 22,000 トン、
減速走行は 15.2 ミリ砲に交換する114ミリ、水平走行は227キロ爆弾に交換する89ミリとなっていて、出力は10万2000馬力、最大速力は31ノット、最大搭載機は60機とされ、攻防に加え速さまで兼ね揃えた、イギリス海軍の最新鋭空母だったんですね。こうして午後2時50分、アークロイヤルからソードフィッシュ14機からなる雷撃隊が離陸しビスマルクへと向かうと、約40分後にソードフィッシュのレーダーが軍艦1隻を発見し、魚雷攻撃を敢行します。しかしソードフィッシュが攻撃した戦艦は、実はビスマルクではなく、ビスマルク追跡の命令を受けていたイギリス艦隊のシェフィールドだったんですね。雷撃隊はシェフィールドがビスマルクの追跡を行っていることを知らされていなかったため、誤認してしまったのですが、幸いなことにシェフィールドが回避に成功したため、魚雷は1発も当たらなかったそうです。しかし魚雷を使用してしまったため、雷撃隊は一度引き返す羽目となってしまい、その後午後7時10分、第2次雷撃隊であるソードフィッシュ15機がアークロイヤルから発進すると、20時53分、シェフィールドの誘導により雷撃隊がビスマルクに対し、この日2度目となる攻撃を開始します。そしてこの攻撃に対しビスマルクは、航空機の侵入速度に合わせて砲弾が至近距離で炸裂する。当時最新鋭の対空砲によって、ソードフィッシュを迎撃しようとするのですが、ソードフィッシュの速度があまりに遅すぎたため、最新の対空砲では逆に当てられないというまさかの展開となると、ソードフィッシュの魚雷の一つがビスマルクの艦尾に命中し操舵装置が損傷、取り舵のまま舵が動かなくなってしまい、ビスマルクはイギリス艦隊主力が迫ってくる、北西にゆっくりとしか進むことができなくなってしまうんですね。そして舵の効かないビスマルクは、イギリス海軍の駆逐艦に包囲され一晩中追い回されることとなると、1941年5月27日の夜明け、憔悴しきっていたビスマルクの前に、イギリス艦隊の主力であるキングジョージ5世とノーフォーク、別任務の途中でビスマルク追撃に加わった戦艦ロドニーが現れると、午前8時47分、約22キロの距離からビスマルクに対し砲撃が開始されます。そして戦闘開始から88分間でイギリス艦隊は2800以上の砲弾を発射すると、約400発の砲弾を受けたビスマルクは、もはや海に浮かんでいるだけの廃墟のような状態となってしまい、そして午前10時20分、イギリス海軍の重巡洋艦ドーセットシャーの魚雷がビスマルクの艦尾に命中すると、ビスマルクは艦首を持ち上げながらゆっくりと沈み始め、午前10時39分、当時世界最大最強と言われたビスマルクは、出港からわずか9日後、最後は完全に転覆して大西洋に沈み、乗員2206名のうち救助されたのはわずか115名だったんですね。ちなみにビスマルクにとどめを刺したこのドーセットシャーは、本来西アフリカからの輸送船団を護衛する任務を受けていたのですが、近くにビスマルクがいるということを通信で知ると、任務を別の船に押し付けて勝手にビスマルク追撃に加わったため、イギリス艦隊は突然現れたドーセットシャーを、ドイツ海軍の援軍と誤認したそうです。まあそれはいいとして、この戦いでドイツ海軍は、イギリス海軍の沸騰沈めたものの、引き換えに最新鋭艦であるビスマルクを失い、さらに通商破壊の任務を続行したプリンツオイゲンも、途中で故障し、結局1隻の商船も沈めることなく任務を中断していたため、一見すると痛み分けのような状況となったわけですが、しかしビスマルクを撃沈した後も、イギリスの象徴だった沸騰沈められたイギリス海軍の怒りは収まることはなく、その後イギリス海軍によるドイツ海軍に対する攻撃が強化されてしまうと、ドイツ海軍の水上艦は壊滅的な状況に陥ることとなってしまったことから、海戦での戦いは戦術的にドイツの勝利でも、戦略的には完全敗北というような結果となったんですね。ちなみにビスマルクには、テルピッツという姉妹艦が存在していて、1941年2月25日に就役したものの、4ヶ月の演習期間の間にビスマルクが撃沈されてしまったため、ヒトラーによって大型艦の大西洋への出動が禁止されてしまい、ノルウェーのフィヨルドで厳重に保護され、ほとんど出撃することがなかったことから、北の孤独な女王と呼ばれたんですね。ただテルピッツは存在そのものがイギリスにとって脅威であったため、図らずも現存艦隊主義的な効果を発揮し、イギリスはテルピッツの出撃に常に備えておかねばならなかったんですね。しかし1944年11月12日、イギリス空軍のランカスター爆撃機による、5トンの大型爆弾、トールボーイを使用した爆撃を受けテルピッツは大破、そのまま沈没着艇し、その後は第二次世界大戦終結まで放置されたんですね。ビスマルクとテルピッツ、一方は出撃からわずか9日間で、イギリス艦隊にタコ殴りにされて撃沈し、もう一方はほとんど何もしないまま1944年まで引きこもり最後はイギリス空軍に撃沈されるという、両極端な最後を迎えたわけですが、ドイツ海軍最強の戦艦というには、どちらも微妙な最後ですよね。というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。奇跡的にこの動画にたどり着いた方、アドバイス、感想などお待ちしています。チャンネル登録なんかしてくれると嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。